体のための反対ではなく、具体的な解決策を示す対決より解決の一貫した姿勢が有権者の皆様にも評価された結果だと考えています。内外にさまざまな困難を抱える今だからこそ、皆さんこれからもこの姿勢を貫き、停滞する日本を動かしていこうではありませんか。ただし私たちはまだまだ小さな勢力です。国民民主党が掲げる理念、政策を広げ、存在感を高めていくためには、何といっても来たる参議院議員選挙に勝利をしなければなりません。報道部の心と申します。本日なんですけれども、建国記念の日です。日本が建国されたのは神武天皇です。本日は神武天皇即位の日と、政界者生活は問わる調査、2月を切っておきました。また別の調査では、アッカーサが日本を建国したと思っている方も一定数いらっしゃるそうです。でその初代神武天皇の認知度が低いようなんですけれども、その点についてはいかが思われているか教えていただきたいです。かつて紀元節、そして建国記念日と言われたものが建国記念の日にもなっておりますけれども、まあ、もちろん神話の領域に入る部分もあるもののですね、やはり万世紀で、数千年にわたってですね、続いてきたこの日本の歴史、皇統、まあ、そういったものをですね、まあ、天皇あるいは皇統というのはですね、もちろん皇室どうするかというと同時に我が国の継続性、持続性を表す一つの象徴だというふうに思っていますので、非常に大切なものだと思っていますし、まあ、日本のそういった過去の歴史を振り返りですね、自らの国を愛する心を寛容すると、まあ、そういう意味で2月11日というのはこれからも意味があるし、まあ、そういった日本の古い歴史をですね、それぞれの国民が認識をし、まあ、後世に伝えていくということが大事だというふうに思っております。日本テレビの川上です。参院選挙のことについてお伺いします。前回の衆院選で南関東、北関東、比例票、というところがあり、まあ、あと一方で東京では議席も獲得できなかったということもあると思うんですけれども、東京、神奈川、埼玉、代表も常々重要だというふうにおっしゃっていると思うんですけれども、参院選挙に向けてこの3県の戦い方、今お伺いをしてください。はい、比例票も先ほど質問ありましたけれども、やはり人口の多いところでですね、比例票を出さないと出てきませんので、その意味では千葉、埼玉、東京、神奈川という首都圏のですね、重点地域、重点ブロックだというふうに認識をしております。すでに千葉県では公認候補者を立てていますし、埼玉県では上田さん、推薦候補として立てていますので、東京、神奈川もですね、いい候補者を立てて取り組んでいきたいと思います。で、東京の選挙区に関して言えばですね、これは都民ファーストの皆さんと一緒にやってみたいというふうに思っていますので、東京選挙区については統一の候補者で一緒に戦っていきたいと思います。で、神奈川県についても今候補でもすでに何か来ておりますので、早急に選定を進めて、我が党候補を立ててですね、勝利を取り掴みたいと思いますし、合わせて比例票のですね、そこは現実流れのように展開していきたい、早く決めていきたいと思います。どうぞ。関連で今都民ファーストという名前が出たのでお伺いしますけれども、東京で都民ファーストと一緒に統一候補というようなことだと思うんですけれども、まあ、合流も含めた協議、政策、今、いろいろ詰められていると思うんですけれども、現時点で、まあ、国民民主党、都民ファーストの、まあ、合流も含めた協議について、まあ、代表、現在地としては今、どこかにお考えですか。はい、これも先ほど、活動指導方針にも書いていることが、旦那さんへの質問に対する答えで申し上げたとおり、政策本位です。で、やっぱり政策の一致なくですね、選挙のためにくっついたり離れたりするということは、国民が一番嫌がることだと思いますし、理解が得られないと思いますので、何をするにしても政策の一致が必要だということで、まあ、先ほど、東京の選挙区では一緒に戦う候補でということを申し上げましたが、当然その前提としてはですね、政策の一致が必要だというふうに思っていますので、今、国民民主党と都民ファーストの政策責任者同士でですね、かなり、いろいろ踏み込んだ協議を続けておりまして、この週明けの月曜日も第4回の勉強会を行いますけれども、まあ、その中でですね、まあ、これまでの政調会長官、政策責任者同士のやり取りの、まあ、ある程度の整理した形のもの、まあ、中間報告的なところをですね、まあ、聞いてみたいなというふうに思っていますし、まあ、いくつかの分野でですね、具体的に話が進んでいると聞いておりますので、まあ、そういったものを双方で確認をしながらですね、できるだけ政策の一点を大きくして、その延長線上に選挙協力だったり、またさまざまな連携を模索していきたいと思います。6年前と同じように自民連合主導で仲介に入って話し合いまでここも進めるという理解でよろしいでしょうか。3年前もそうです。
あ、市民連合さんは衆議院選挙の時にもそうだったんですが、彼らが掲げている政策は我々は合致合意できない、同意できないものがあるということは再三申し上げ、であそこには参議せずに我々は衆議院選挙を戦い、小選挙区では現職全員当選し、比例区でも増やして議席を増やしたので、もうあそこには戻れないというか、外交安全保障とエネルギー政策で非現実的なことを言う勢力とは組めません。なぜならこれだけ厳しい安全保障環境の中に日本と日本人がいて、そしてエネルギーの安定供給だってものすごい脆弱ですよ。ギリギリの中で綱渡りしてるんです。でそういうことを政治家は国民に正直に語るべきだと思います。カーボンニュートラル2050年いいですよ、じゃあ原発も動かさなくて一体どうやって実現するんでしょう。代替的なエネルギーが今目の前にあるなら手に取れるならそういうことを言ってはいいんですが、ただまさに給料が上がる経済を実現するためには電力の安定供給は不可欠です。あるいは燃料価格が高騰してその会社にとってもですね、手元に資源が資金が残らなければ賃上げの原資は生まれてこないわけですよ。だからもうイデオロギーで何か生活に影響してない人が理想論を語るんではなくて、毎日生きることに必死になって将来に対して不安を抱えている人に対して具体的な解決策を示す政治をやらないと、我々は今の日本の多くの時に若い人たちの不安を答えることができないと思っています。朝日新聞の木原です、はい、政策面について伺います。先ほども人づくり、こそ国づくりということで教育の消化なども訴えられましたけれども、その中で一つ所得制限をどうするかという論点があると思います。この点について参戦に向けてどう訴えていかれるのかということとですね、はい、合わせてこの活動方針の中で政策活動の欄でですね、政策本位で協力できる政党とは与野党問わず連携していきますとあります。去年の活動方針には与野党という言葉ではなく野党という言葉だけだったと記憶しています。ここを与野党にした意味についても合わせて教えてください。はい、まず所得制限ですけれども、これは我々の考え方として子育てや教育についてはユニバーサルというべきだ、つまり所得制限を課すことなく子どもに着目をしてですね、そこは所得制限を設けるべきだ。で仮に所得の高い世帯にご負担をいただきたいのであれば、それは所得税の累進課税を強化するなど、他の、まあ、課税において調整すればいいのであって、いちいちですね、例えば給付したりサービスを提供するときにそこもまた所得制限を課してやると手間がかかるのと給付などが遅くなってしまうというのはこの、0歳から18歳の10万円給付を見ても明らかなので、我々今回のその給付で明らかになったその子ども子育て施策に対する所得制限については、この給付措置に限らず全て撤廃をする。例えば幼児教育の無償化であったり、あるいは、大学の給付型奨学金の対象であったり、まあ、こういったものを全て所得制限がかかっています。児童手当にもかかっています。でこういったものは一切ですね、所得制限を撤廃すべきだということを、訴え、参議院選挙でも大きな公約提案をしていきたいと思います。それと、ここの、活動方針に書いている部分ですけれども、これはですね、衆議院選挙が終わって以降同じ言い方を常にやっておりますけれども、我々は、先ほど申し上げたように衆議院選挙で掲げた公約を実現することが今の国民民主党に課せられた一番の使命だと思っています。我々野党内閣もないので今野党第3党という地位ですから、現実的にじゃあ我々すぐ単独で政権を取るようなことはありませんから、一番国民が求めて我々に期待してくれるのはとにかくいい政策を言ってるんだから、その政策を実現してくれということが一番我々に課せられた使命だし期待だと思います。であれば、もちろん他の野党と連携をして法案を提出したり実現につなげていくこともそうですけれども、現に今政権をそして政策を担っているのは政府与党でありますから、そこにもですね、きちんと訴え論理的な説明をし、反論できないような形でですね、飲まざるを得ないような状況に持っていってですね、それを実現する。そのためにはですね、与党側にもまた政府側にも協力は求めていきたいと思いますし、求めざるを得ないと思いますので、とにかく政策本位、政策実現、ここにですね一番の重点を置いてやるということであれば、与党野党あるいはどの党関係なくですね、協力連携を求めていくというのは当然だと思います。リーダーズナズミです。関連して質問します。次期ですね、参議院選で東京選挙区で、まあ、統一候補を取りましたけど、統一候補をですね、まあ、擁立するというお話ですけども、この統一候補の統一の意味なんですけども、例えばその国民民主党の公認候補を都民ファーストが推薦する、ないしは無所属の一人の候補を双方が推薦する、どちらの方を目的とされているんでしょうか。いろんな方があると思いますね。ですから、まあ、まずは政策をしっかりまとめた上で、で多分じゃあどういう政策を推進する候補が出てくるのか、それが具体的に誰なのか、そういったことが具体的に見えてきた時点でですね、またそういう具体的な推薦とか
合理とかという話が出てくると思うんですが、まあ、現時点ではですね、さまざまなパターンを模索し、協議しているという最中です。インフレ起きてます。でも賃金はデフレです。アメリカインフレ起きてますが、賃金もインフレです。先々月の昨年の12月の賃金上昇率は対前年の 4.9%。先月は 5.7% です。4% 台、5% 台の賃金上昇率は我々からしたら夢のように見えますが、アメリカでは実現しています。それを可能とする経済政策が打ってるからです。ぜひ私たちも経済政策を変え、給料が上がる経済を実現していきましょう。そして人への投資を惜しみなく行っていく、人を大切にする社会、それをぜひ皆さんと一緒に作り上げていきたいと思います。参議院選挙に向けてはこうした政策、さらにブラッシュアップして国民に訴えていきたいと思いますので、どうぞ皆さん共に頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。